自信を持ってヒロミに、全くの初心者のシンスケが無謀にも対決を挑んできた。場所は数多い競艇場の中でもスケール環境抜群の静岡県浜名湖競艇場。指示通り午前8時ヒロミが到着。以前ボートに乗り、その素質を認められたヒロミは自信満々だ。バイクやカートは経験あっても、ボート初挑戦のシンスケに有力なコーチがつくことになった競艇界の若きホープ、服部幸男。すみません、僕ね、触ったことも見たこともない時間がないんで、すみませんが、20分コースでお願いします。はい、まずこれがハンドルです。分かるわ20分しかハンドルとか余計なこと言わずで、はい、じゃあもっと重要なことないの、あとエンジン触ったら熱いから気ぃつけとか。まあ、あとはプロペラにで切られないように。そうやったら誰も言えよ誰も近づかへんけじゃない午前9時練習開始。まずは初挑戦のシンスケが服部プロと2人でコースに出てみる。はい、行きます。初めてなんで思いっきり握っちゃってください。はい、ギュッと、はい、気合でいきます。ギュッと、ギュッと、ギュッと、はい、行ってみます。時速85キロで水面を駆け抜けるボートのコーナリングはかなりスリリング。危険がつきまとう。しんすけも怖そう。あれ怖いよ俺あれ怖いと思うわ。君はいいな、そういうプロの人に。あまりの恐怖に言葉が出ない。違う違う、あれはね、遠くから見ててもね、怖そうだったうわ、すごいよね。僕は言うね、向いてないこう落ちるよ。あんな風にもあるわけ、我々もあんな風にいや、もう僕らだって船こうで流れちゃいますから、ある程度ああいう風になっちゃいます。そう、横に走っとるで。しかし、言い出しっぺの意地、今度は一人で走ってみることにする。果たして腕前は。かなりぎこちない走りだが、とりあえずは進んでいる。続いてゼッケン2番、ヒロミが余裕でコースに出る。運転ポーズもなかなかのもの。かつては暴走族で鳴らしたスピード感がボートでも生かされている。直線もきれいにまとめてナイスラン。負けじとシンスケも最も難しいコーナリングを重点的に練習。その上達の速さに、ほらこんなにも走れなかったんじゃないかな。思わず服部さんの口から驚きの声が。シンスケ侮れない。ヒロミ対シンスケ、競艇タイムトライアル。コースは浜名湖競艇場1周 600m のプロ用のもの。一定ずつ各周回のタイムで競い合うのだ。タイムの目標として、まずは服部プロが走ってくれた。春の湖面に華麗な水しぶきが舞い上がる。コーナリングも鮮やか、ほとんどロスもない。上の動作もご覧の通り鮮やか。果たして一周のラップは30秒723。このタイムは僕無理です、ね、僕はね4秒落ちて走りましょう。39メートルで走るんです。39秒723。ああ、私はですね38秒723で走ってみましょう。もし私が負けたら、できた人でもあっても謝ります。じゃんけんで先攻後攻決めましょう。勝った方が選ぼう。勝った方が選びましょう。はい、じゃんけん、はい、勝ったよ。ごめんね、後攻。後攻。後攻。オッケー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 。よし、俺のタイムを見てビビる。よし、頑張るぞ。頑張ってね。気合い入れて。行きますよ。出してやれ、出してやれ、出してやれ、タイム、お前は出せる、お前は出せる、行ってみろ、すや。あら、意地悪い。もはや貞岡状態で、独り言をつぶやきながらコースに出たヒロミ。シンスケの飲み込みの速さが目に見えない圧力になっているようだ。だが、アマチュアにしてはなかなかいい走り。船の上もご覧のハンドルさばき。1周ずつ4回のラップを次々と取っていく。その中の一番いいラップが持ちタイムになる。
立ち上がり。うん。これ行きますよ。これ行きます。激突してる。ああ、まあまあまあ。さあ、最後の直線。どんなタイムが出るのか。とりあえず関東のヒロミ頑張ってみましたよね。はい。来たよ、タイムは。ちょっと待って。頑張ったんだけどな。お、早い。あかん。40秒83。40、ベストが40秒39分。これはさっきやるべきやったな。じゃあ島田君っつったっけ。島田君、うん、島田君じゃあ頑張ってさ。島田君38歳10秒。10秒。お母さんとか見てんじゃないの。一応なんか手振っといてもいいよ。お母さん、あ、頑張れよ。あ、なんかドキドキする。いやね、波の谷間に命の花が2つ並んで咲いている。風が出てきたから飛ぶよ。兄弟に条件悪いよ。ちょっとこれやばいよ。これちょっと条件不利ですね。ちょっとこれでも向こう側のストレートが速いってことだ。さっきまで風なかったんじゃん。なかったです。あれちょっと不利、ちょっと不利ですね。うそやん。だってそれはじゃんけんがあってさっき言ったよかった。どこまで冗談かわからないまま今度は新助がタイムアタック。プロと5秒差のヒロミ、なかなかの好タイムだ。果たして初チャレンジ、どんなタイムが出るのか。ちょっと失敗ですね。よし、大丈夫大丈夫。ええねえねえ、しんちゃん。戦場のしんすけは真剣。とても初めてとは思えない身のこなし。八体魂がムクムクと目を覚ます。さすがの勝負根性。これに負けてたら悲しいな。しんすけのスムーズな走りにヒロミの口から不安なセリフが飛び出す。周回を重ねるほどにしんすけのボートの走りが良くなっていく。かなりの接戦のようだ。いけんのか。僕も見てませんけど、41秒2ぐらいちゃうか。島田俊介君のタイムはじゃん。早い、ほとんど30秒台。ヒロミの負け。絶対に嘘だよ。絶対に嘘だよ。もう一瞬だけやるとかっていうのないですか。泣き、いや泣きの、まあ負けは負けでもしゃあないですけど、泣き泣きの3週ずつそんなにやらせるんですか。1回戦の見事な勝利に自信を持った新助、ヒロミの再挑戦を余裕で受ける。もはや立場は完全に逆転。新助のタイムにヒロミが挑むのだ。今回は新助からラップを刻んでいく。しかし驚異的な上達ぶりだ。これうまいですよ。向こうのマーク失敗しなければいいタイム出ますよ。しんすけ恐るべし、水上のセナなのか。さらに好タイムが出そうだ。これはいいですね。これはいいですよ。37秒ぐらい出るんじゃない。ヒロミ顔面蒼白、またもや逆プレッシャーだ。なんかすごいブルーな気持ちになってきちゃったな。もはや天才しんすけ、今回のベストタイムは38秒969。あかん、もうやめて、やめとくわ。俺これ以上やったらハトル君勝つ。このペースでいったら午後2時には俺勝つ。悔しいわ。負けた。それも俺のが乗ったことあるのに。俺初めて来たやつに、初めて来た10歳も年上のおっさんに、体重も70キロ違い俺に勝てない。悔しい。勝つ、絶対に勝つ。自ら気合をかけ、ヒロミも再挑戦。一発逆転のタイムアタック。38秒台は出るのか。再度のアタック開始。すいません、じゃあタイムの方。あ、いいの？40秒、39秒いってないわ。
40秒行ってない。ルーさん、あれ、ルーさん、ルーさん、ルーさん。どうしてるんでしょう。生意気なことを言って。どうもすいませんでした。まあ、これからもレッツオーサミゲだけ。いや、ダチョウクリスダチョウ。あのまあ、ビーチスペシャル。はい、頑張ってます。一人で生き残るように頑張ります。はい。よーし、分かった、もう一周だわ。いや、僕はこの1回38秒969っていうのを1回だけチャレンジさせてください。え、それ38秒969に一瞬だけ、一瞬だけ命のかけたトライ、命のかけたトライアル。もはや芸能人としてではなく、一人の男として3度目の正直にヒロミは挑んだ。ヒロミの頭の中には、しんすけに一矢を報いたいという思いだけが支配していた。だが、最終ターンで膨らんでしまった。ストレート伸びるのか。ちょっと待って、ちょっと待って、どうした、腕が痛い、腕が痛い。もう僕にはもうこれは限界です。41秒、誰か人助けしてた。お前誰か助けてた。え、人助けしてた。そうそう、おばあちゃんがさ、おばあちゃん無理してたから引き上げてたら手がかかってしまった。あなたが競艇王ですわ。しんすけ完全勝利、競艇王決定。これね、この手を見て皆さん、これね、スポーツとしてみんなでやろうよ、ね、これね、僕もね、だから僕もね、この競艇というのをね、もっとね、世の中にこう進行しようと。これは、ひろみみんな、これはね、俺ね、いろんなモータースポーツやったけどね、これはいい、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ、どっかの場で今楽しみにします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。